エルヴィン・シュトレーゼマン・エルヴィン・シュトレーゼマンはドイツの鳥類学者である。ドレスデンで薬局経営者の息子に生まれた。1908年からイエナ大学、ミュンヘン大学で動物学を学んだ。1910年から1912年の間は休暇をとってフライブルクの地質学者、デニンジャーが率いるモルッカ諸島への探検調査に鳥類学者として参加し、 多くの鳥類標本を集めて帰国した。1914年から1918年の間、第一次世界大戦で軍務に就いた後、ミュンヘンの修立動物学収集博物館の補助、研究部門で働き、1920年にミュンヘン大学から博士号を得た。1921年にベルリン動物学博物館の助手となり、1924年から、 学芸員となった。1930年からベルリン大学で教え始め、1948年に動物学の教授となった。1946年から1959年の間、ベルリン動物学博物館の館長代理を務めた。ドイツ鳥類学会の事務局、1949年から会長、名誉会長を務め、20世紀のドイツの重要な 超類学者となった。1922年から1961年まで、弟子のニートハマーと学術し、ジャーナルズ・フィワ・オニトロジの編集を行い、1922年から、アントン・ライヒエナウの後を継いで1944年まで、オーナ・サラジスケンマナッツ・オベライトの出版を行った。九百二十年代から九百三十年代に、旧来の分類学を、主とした。 蝶類学から遺伝学、機能解剖学、生理学、生態学などを取り入れた近代的な蝶類学への変換を推進した。有名な弟子には、ネオダーウィニズムの形成に関わった蝶類学者のエルンストマイヤーがいる。1955年からベルリンのドイツ科学アカデミーの会員であり、1954年にドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。 編書にいくつかフォなオブジャーマニーがあり、現在も出版され、動物学を学ぶ学生にレア・シュトレーゼマンと呼ばれている。1960年に東ドイツ政府から厚労省を受訓した。ストレイスサムは植物の学名で命名者を示す場合にエルビン・シュトレーゼマンを示すのに使われる。ありがとうございます。